皆さんこんにちは、ペッソでございます。信長の野望覇王伝の107回目ですね、やっていきますね。前回ね、三木城を取りましたので、でその後直後に回ってきたターンがここ飛騨ということですね。治安100、訓練度100なので十分なので、あとはまあ地道にちょっと農業開発でもさせとこうか。はい、236あまり上がらんけどね。おお、マジで飛騨って236。あっそう、その前に売却兵糧でいくらいけるか、 2.1 ね、360、300もいらんか、266で金500ぐらいになりそうですかね、で訓練させましょう。早いとは思っとらんかったな。はい、矢上城ね、この赤井さんともみさんお二人ゲットしたいところですよね。来てもらえそうな方が今のところいないと。ここならギリギリか。でも訓練の88、また林さんに行ってもらおうかやね。治安度も100にちょっとしきれてないんでね、ここはちょっとよしときましょう。はい、伊賀ですけど何もできないんで飛ばします。まさかのね、ここの調略失敗、痛かったですよね。か、まあ攻めればなんとかなる、後ろさえ気付ければね。143なんで、まあ城の防御度は96、459、うわーすーごい。鉄砲248か、これも恐ろしいな。呼んじゃうかやね、来れるでしょう。なのでとりあえず訓練しちゃいましょう。
なして、あーびっくりした、うん、なんか失敗したんかな、よいしょ、うん、87ね、あとは動ける人いないんで、とりあえずはい、下に訓練ね、終わり、ここも訓練だ、訓練、あ、できない、あ、そかそか、終わりで呼ぶの忘れてたな、まあ、ちょっと次回にしましょうか、あとは手が空いてるのは長政さん、うどんさん、訓練は大丈夫か、商業やね、来月にしようか、磯野さん、遠藤さんね、治安度が低いから訓練、あ、訓練じゃない巡察ね、まあ1ずつしか上がんないんですけど、訓練はもう99やからまあいいでしょう、はい、雑賀寺ですね、もうちょいね、金とあれが欲しいですよね、どっか溜め込んでるとこないかな、
ああ、ここは来月の最後に、商業奨励ね。ここはね、遊佐さんに任せようと思ってるんですよね。で、ここだね。誰のコスかやな。戸川さんなんですよね、順番的に言うと。順番的とか、パラメータ的に言うと。ただ、安いうちにね、ちょっと兵を。期待っていうのがあるんで、へこよ。で、これ畠山さんが誰かにやらせて8でしょ。で、今28だから、200、そうだよね、270人。はい、これで300でしょ。で、訓練をしまず。家康さん使って、はい、でねまず呼び寄せ勝頼さんね。お米はいい、騎馬もいい、足軽もいい。はい。結構減ったね。で、110ぐらいはやっと解きたいね。あ、勝頼さん一応軍師的なあれになってくれるんですね。はい、これはありがたいか。ここは動けないね。うん、分かってるんですね分かってるんだけど、一旦和田さん残してこっち来よっか。ね、藤高さん。お母さんでもええか。うん、動けるからね。呼び寄せ。さん残して、で、野本さんはこっちで引き取ってもらおう。
八神城雪やね。うん、築戦347、はい、31、騎馬最大でいいか、足軽、240ね、はい、であとここで、ああ間違えた、ここで動けるのは永井さんだけなので、治安上げとこうか。ガモさんもね、ミクモさんにちょっと100雇わせましょう。で、訓練ね。69。76。金さんのところ訓練の30しかない。うん、分かってるんですよ分かってるんですけどね、もうちょっと本国来るまでお待ちください。とりあえず商業奨励最後スパートかけてここは終わり。はい、あー、バタケさんどうしようかな、ここいてもね、治安とめっちゃ低いんですけど、まあしょうがないかな、金がねあまりないんでね。だけどちょっと300打っときましょう。はい、で65にして150にしたいね。あ、でも8やからいけるのか。115にしましょうか。で訓練しましょう。結構動くね。あー、まだ動けんなまあここはね、北側のちょっと拠点になるのは間違いないんで、小谷城はね、とりあえずちょっと来年年始めまで。はい、観音寺城ね、秀長さんを受ける、訓練はいいので、雇用がねどれぐらいでいけるか。8か、88いきましょう。
はい、それではですね、ちょっと本国回ってきましたので、今回はここで終了とさせていただきます。ハオデン107回目でしたね。ご視聴ありがとうございました。それでは皆さん、さよなら。